それではセッションを開始したいと思います。日本 MySQL ユーザー会よく08253より、片手間 MySQL チューニング戦略を発表していただきます。よくさん、お願いいたします。よろしくお願いします。すいません、手間取りました。MySQL のチューニング戦略の話をチャラッと、簡単なところをやっていきたいと思います。簡単に言うと、この3つ、4つか、の話をします。まずスローログ出しましょうっていう話と、インノDBバッファプールサイズは十分大きくしましょう。それからインデックス使いましょうっていうのと、激薬に手を出すのをやめましょうと。これだけの簡単なことなんですけれど、今日これから20分ばかりお話をさせていただきます。はい。よく0825と言います。とある企業で DBA をやってて、グラクレない、ポスグレない、MySQL 人です。ピンクのお豆腐が目印の、その辺で、活動している MySQL おじさんなんですが、順番に、4つ紹介していきます。まずは、スローログ出しましょうっていう話で、スローログなんだか、わからないっていう人もそうそういないかなと思いますが、意外と出てなかったり、することもあるので話をします。スローログっていうのはそもそも MySQL の中で、実行に一定時間以上がかかったクエリを出力させるためのログファイルのことです。で、これがないと、空手で、流れてくるすべての SQL を、心で感じ取るなんていうことになるので、スロークエリを出すのはとりあえず必須なんですが、デフォルトでは残念ながらオフになっているので、ぜひ、手動でオンにしてあげて、マイコンフにスロークエリログって書くと有効になります。5.5 くらい、5.1 からかな、くらいからあとはオンラインでも有効にできるようになったので、ゴリゴリ、オンにしてあげてください。それから、デフォルトで、何を持って何秒以上かかったクエリをログに出すかっていうと、デフォルトがなぜか10秒になってて、10秒ってちょっとウェブサイトのレスポンスタイムじゃないよねっていう値がデフォルトになっているので、これも、小数点数が、指定できます。雑に言うと 0.2 とか、0.5 とか、まあお好きな目標時間に合わせてください。それから最後、ログアウトプットって、これファイルとテーブルが選べるんですけれど、ファイルを選ぶと、なんちゃらスロードットログかなんか、テーブルにすると、MySQL スキーマの中に、スローログテーブルっていうのを作って、そこに、ログを吐き出すようになります。RDS だとなぜかテーブルがデフォルトになってて、まああれはシェルがないんでしょうがないんですけれど、SQL からアクセスできるように、MySQL スキーマの、このテーブル使うようになってますが、CSV ストレージエンジンってものすごく並列性能悪いんで、普通に4並列ぐらいで使い始めていると、ここがボトルネックになっている可能性もある残念なテーブルです。まずは、オンにするということと、目標時間設定に合わせて、ロングクエリタイムも設定すること、それからログアウトプットはできればファイルがいいです。はい。で、まあ、ジェネラルログと違うの、ジェネラルログっていう仕組み、MySQL 飛んできたクエリを全部吐き出すジェネラルログっていうものがあって、ロングクエリタイムを十分小さくするのはジェネラルログで大概可能なんじゃないっていう話がたまにあるんですけど、これはクエリを実行する前に、ログとして吐き出します。それに対してスロークエリログは、クエリを実行した後に、その実行した統計値と一緒に、情報を吐き出しますっていう違いがあります。あと、これでクエリ実行する前にログしちゃうので、たとえクエリがエラーに、構文エラーでエラーになってもジェネラルログには吐かれてしまいます。あと、ジェネラルログはロックがむちゃくちゃでかいです。はい。で、スロークエリログ、こんなもの見たことある人にはおなじみのフォーマットです。上からタイムっていう時間の行と、それから接続して実行したユーザーに関する情報、最後に統計情報と、SQL ステートメントが書いてあります。で、タイムってこのクエリが終了した時刻です。開始した時刻じゃないです。終了した時刻なので、ここから実際にかかった時間、エグゼキューションタイムだったっけな、クエリータイムでした。これを引いてやると開始した時刻になるはず。で、MySQL 5.7 とそれ以降は、ここがマイクロ秒単位になっていて、まずめったに被ることはもうないんですけれど、5.6 まではここの単位が、時分秒までだったので、同じ1秒間の間に100件ぐらいクエリーが出ると、このタイムの秒は1秒だけ出て、先頭の1行だけで、残りの99行は、ユーザーアットホストの行から、ヘッダーが2行ずつっていうような感じになってます。はい。あと、ユーザーアットホストですね。あと、
コネクション ID、バッチとかで、つなぎっぱなしで分回すやつだと、これが同じになるなとか、都度接続したり切断してくるやつだと、こいつはガラッと変わるなとかいうのがあります。そんなに重要ではないかもしれないです。はい、あと、実行にかかった時間、それからロックを取るまでにかかった時間、クエリそのスロークエリが流れ終わった後に実際に変装した結果セットの行数、結果セットの行数なので、インサートやアップデート、デリートは必ずゼロになります。で、ローズエグザミンドは、このクエリが実際に、実行されていく中で何行設置したかという行数です。で、よいしょ。はい。でざっと、まあ、吐かせるのはいいとして、吐かせた後、これ見ていかなきゃいけないんですけど、見ていくときに、こう、タイムが短期間に集中しているかどうかとか、基本的には慢性的に遅いやつの方が、チューニング楽です。そもそも、単発でパーンと上がるようなやつは、それを再現させなきゃいけないっていうステップが入るので、忙しい人向けには、あんまり楽ではないかなと思っています。基本的には、ずっと出てるようなやつの方がいいです。で、じゃあそんなものどうやって見るのっていうと、ボックスっていう会社が、アネモメーターっていう、こう、ウェブインターフェースで、スロークエリー食わせて、いつからいつに何回ぐらい出てたっていうのを見られるツールがあるんですけれど、これをDockerで使い捨てるような、ラッパーのアネモイーターっていうのを作っていて、それでスローログを食わせてやると、こう、Dockerでボーンとアパッチが上がってきて、このグラフが見られるようになっていて、最近、増えてきたのか、それとも、昔からずっと遅かったのかっていうのが見られるようなツールがあったりします。こういうので、アグリゲートして、どこから手をつけていこうか決める感じです。はい、であとはローズエグザミンド、その結果セットを使うのに何行設置したかと、ローズセット実際にアプリケーション側に返却した行数を確認して、これ割り算します。割り算すると、本当は100行返すんだったら100行設置するのが一番いい。必要な分だけ取って、必要ない分は、ストレージから下がらないという状況がもちろん一番いいので、これが1になるように、割り算をして当たりをつけていったりします。これが数十万とかでっかくなってくると、ああ、インデックス使えてないねっていうところになるので、この辺から、当たりをつけたりします。あとは、ローズセント、そもそも、MySQL って、小さい結果セットを素早く返すことに、割と特化しているつもりなのかどうかは知らないんですけど、そういう方が得意で、実際何十何行も、本当に変装してしまうようなクエリーは苦手な DBMS なので、そもそもローズセントがでかすぎるっていうのは、どうなの本当に使ってるのっていうので、あったりします。で、これだと、さっきの、試しにこれ、ワールドテーブルっていうやつに、ワールドスキンデータベースっていうやつに投げてるセレクトなんですけど、これだと、8行返すために247行スキャンしているので、だいたい31ぐらい。31、こんなもんならいいかな。でも、結果セットが1万とかになると、その時は31万になるな、嫌だな、とか、そんなことを思ったりします。はい。で、あと、ワークの値が、特定のものに偏ってる。例えば、特定のユーザー、ユーザー ID が1000の時だけ遅い。例えば、ツイッターのサボったツイートの一覧を出すときに、そもそも10万ツイートサボってる人と、1ツイートしかサボってない人だと、設置する行数が全然違ってくる、返す行数も全然違ってくるという偏りがどうしてもあるので、どうしても、ウェア、クエリーの形としては同じだけど、プレスホルダーの中に入る実際の値でレスポンスが変わってくるっていうこともあります。ただ、これはじゃあ、それが分かったからどうするのっていうのはまたちょっとひねりのある話なので、ちょっと、インデックスを使い分けるとかそういうふうになるんですけれど、それはまた、別の機会になるかな。とりあえず、片手間でやることじゃないなっていう感じがします。はい。で、バファープールの気持ちになる。インモビリバファープールっていう、インモビリバファープールサイズっていうパラメータがあって、別にメモリーの 75% 割り当てろとか、よく言われます。言われるんですけれど、なんでそんなに割り当てなきゃいけないのかっていうような話です。でよく言われるのは、キャッシュ、リードキャッシュ、データベースの行とインデックスが乗りますっていう話なんですけど、それだけじゃなくて、っていう話をします。
で、ざっと登場人物3つ出てくるんですけど、バスアプールっていうのは、メモリの上に、確保されているヒープ領域です。データとインデックスキャッシュします。それからログファイル、インノDB ログファイルと呼ばれるものがあって、IB ログファイルっていうのがデータディレクトリの中にあります。で、これ更新履歴を記録するファイルです。バイナリーログと似たようなことをしてるんですけど、バイナリーログとは別物で、こいつは、ログファイル、更新の履歴をどん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 後ろに向かって書いていきます。それから、ID データ1、IDD ファイルなんていうのはテーブルスペースファイルと呼ばれて、バスタープールの中身をストレージに移し取ったものです。単位ページなんですけれど、テーブルスペースファイル上のページをそのままバスタープールの上に、吸い上げてきたり、バスタープールの中から、落とし込んでいったりします。同じものです。はい。ちょっと見にくい。バスタープールに乗ってる状態で、セレクトをかけると、こっちバスタープールです。青いところバスタープールで、これだけのページが4ページ載ってます。で、緑色のページを欲しがるセレクトをしましたっていうと、バスタープールの上にあれば、それを読んできて、そのまま結果を返します。それに対して、バスタープールに載ってない黄色いページがここにあるんですけど、欲しくなったときは、まず、これ実際はバックグラウンドスレッドがやるんですけど、テーブルスペースファイルからバスアプールにそのページを移し取って、フォアグラウンドスレッドはあくまでバスアプールから読みます。はい。よ。はい。バスアプールは、データやインデックスをキャッシュします。ページ単位です。バスアプールにヒットしたときは、ストレージアクセスはないです。ミスヒットしたときだけ、非同期でテーブルスペースファイルから読み取る動作になります。はい、次。バスタープールに乗ってる状態で今度アップデートかけます。緑色のページを今 A から X に、値を書き換えたい。で、その回答のページはバスタープールに乗っかっている。そんな時にまずバスタープール、メモリの上の値を、ページ書き換えちゃいます。それから in の DB ログファイルって呼ばれるログファイルに A から元の値とその後の値を書き込みます。で、コミットするとここで処理終わっちゃうんですけど、処理が終わって、テーブルスペースファイルの中身は更新しないまま、コミットアウトやります。この状態でセレクトで緑色のページを読もうとすると、さっきと同じバッファープールにそのページ乗っかってるんで、バッファープールの、データを読んで、そのまま返しちゃいます。はい。で、テーブルスペースファイル、バスタープールとテーブルスペースファイルの中に同じじゃないか、同じって言ったじゃないかっていう話なんですけど、この反映は非同期で行われます。バックグラウンドスレッドが、空いてる時間を見つけて、ログファイル A から X に書き換わったっていうのを、テーブルスペースファイルに対して、非同期にマージしていく。で、コミット時に、メモリの上とシーケンシャルなログファイルだけ更新することで、書き込みに不整合を出さずに、最小限のシンクだけ、書き込みだけで、コミットを終わらせるようになっています。で、これ、クラッシュしてバスタープールの状態が消えちゃって、テーブルスペースファイルとデータの不整合が起こった時に起こるのがクラッシュリカバリーで、それはインの DB ログを読んで、テーブルスペースファイルにマージしてなんていうことをやったりするわけですけれども、こんな風に、書き込みの時も、バスタープールを使って、まあ、ログファイルに書けなきゃいけないんですけど、メモリの上を更新して高速化していくっていう戦略をとっています。はい。で、これ、ダーティーページ、さっき更新した、テーブルスペースの上は A のまま、メモリの上だけ X に書き換えたやつの状態で、黄色いページ、バスタープールに載ってないページが欲しくなって、まあ、実際どれを選ぶかは、LRU っていう仕組みではあるんですけど、その中でたまたまこのページを追い出そうっていうのが決められてしまった場合、このページ今テーブルスペースファイルとバスタープールずれてるので、非同期のはずだった、ログファイルの適用を済ませて、バスタープールとテーブルスペースファイルの値を同じにしてから追い出して欲しいページを載せて、フォアグラウンドスレッドに渡します。はい。これ、ただのキャッシュという割には、セレクトしただけなのに、このタイミングでは書き込みが走ります。で、バスタープールに余裕があって空きページがあるとか、
まあ、大きければ大きいほど、ダーティーページが選ばれる可能性が低くなっていくので、もうちょっとインテリジェントに判断はするんですけど、追い出すページ、別のきれいなクリーンなページだったら、こんなことにはならずに済むとか、5.6 とそれ以降ではこれを避けるために、まあ、新しい仕組みが入っているとかあるんですけど、少なすぎると場合によってはセレクトしただけなのに書き込みが走るということがちょくちょく起こります。はい。で、まあ、インサートとかも同じですね。適当なページ開けて、ページの上に書いて、ログファイルに書いて、あとでゆっくりマージ。で、デリートもそうです。デリートも、ページ開けて、バッファプールに載せて、バッファプールの上を空っぽのページに書き換えて、ログファイルに書きます。で、こんなわけでですね、セレクトに限らず全部、フォアグラウンドスレッドから見ると、バッファープールこそがインの DB で、すべての動作は一度バッファープール経由します。なので、これ、大きくしろ、大きくしろっていうのは、今、いくらあっても足りない。必ずここを一度経由するんで、ここが、小さいと余裕でボトルネックになります。で、基本的には、まあ、お金を積んで、メモリーで投げるのが一番手早いんですけど、まあ、限度というものがあるので、余裕を持ったサイジングはするんですけど、無駄遣いしない努力もしましょうっていうのが、次のインデックスの話だったりします。あと、インのリビア宿は重いです。はい。次。はい。インデックスは相当済みのデータの複製でうんぬんかんぬん。こんな、インデックス、こっちが1カラム目。1カラム目。こっちが2カラム目の複合インデックスだと思ってください。インデビではこのツリーを右または下にだけ移動できる。where マークがクラブで、ナンバーが3。こういうふうに右に行くことはできるんですけど、これをクラブまたはスペードって言って、こういうふうに戻ることはできません。なんでできないのかも知らないけど、まあできないものはできないです。で、これは完全に余談なんですけど、インデックスのリーフには、プライマリーキーの値が書いてあります。クラスターインデックスってやつです。インのリビーこの実装しているので、サロゲートキー私嫌いですけど、ナチュラルキー使うとリーフがでっかくなるんですね。そうすると、インデックスのサイズがどん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 でっかくなっちゃうんで、残念ながら、MySQL においては、インとアンサインド、オートインクリメントっていうのは、容量的にも、効率的にも、まあ悪いもんじゃないんだなっていう感じが、はい。よいしょ。で、クラスターインデックス、ここにセカンダリーキーのリーフのところにプライマリーキーの値が書いてあるので、セカンダリーキーでルックアップした後に、もう一回プライマリーキーのルックアップをします。まあ、こんなんで、基本的に何かセレクト、インデックス使ったセレクトをかけるときに、最低2ページ載ります。セカンダリーインデックスのページと、プライマリーキーの、行全体のページとそれぞれ1ページずつ最低乗ることになります。で、まあ、これ、MySQL に限った話じゃなくて、多分 B3 こんなもんなんですけど、特定のキーを狙い撃ちする、イコール演算子とアンド演算子だけでやる演算が、このインデックスは一番うまく動きます。さっき、右にしか動けません、右と下にしか動けませんって言った時に、右に行く操作がイコール演算子の動作だったり、アンド演算子の動作だったりします。で、まあ、これに落とし込むというか、これ以外のことをやらせようとすると、あーってなります。で、あとは、並んでる順番でオーダーバイ、下に進むっていうやつですね。クラブのなんとかで、ナンバーの並んでる順っていうと、これを下にこうダーッと読んでいくと、ここはもう、相当済みっていうことになっているので、改めて並べ替えをしなくても、取り出した順番がすでに並べ替えた順番になっている。そういうのが、強いです。で、ぐだぐだ言っててもしょうがないんで、簡単な覚え方をあれしてきました。イコールとアンドだけしか使ってないときって、ウェアアークのカラムを列挙してからオーダーバイのカラムを列挙すると、きれいなインデックスになります。ウェア、コンチネント、エイジア、リージョン、イースタン、エイジアだったら、コンチネント、リージョンだけ、まず並べて、その後に、オーダーバイ、ポピュレーション。これで、余計な行にフェッチせずに全部スパッと一つだけでいける、そうともいらないっていうインデックスが雑に作れるんですけど、全員をしてしまうとっていう言い方はあるかな。全員をすると、まあ、いろいろゴタゴタしてくるので、
嫌われます、マインスケールのジョイン。で、詳しく知りたい方は、昔スライドを書いたことがあるんで、見ていただけると幸いです。よいしょ。はい。で、混ぜて使うと、あれなので、本当はというか、多分もうワンステップ後の話なんですけど、or とか not とか使ってるときは、逆に、and とイコールに落とし込めないかっていう観点でクエリを書き換えたりします。http と https しかないところで、not http って書くのは、イコール https って書くのと一緒だよねっていう、うまく、廃反な状態に落とし込んで、イコールとアンドだけで落とし込むような形にすると、無理やりこっちからマイスケールのインデックスの都合に合わせるのちょっと尺な気もするんですけど、スムーズにいったりもします。あと、有名なところはカラムに対して演算しちゃいけないっていうやつですね。一回と値を取り出して計算するまで、評価ができない、評価遅延しちゃうので、定数同士で先に演算を済ませてから直接比較してくださいっていう話です。はい。インデックスきれいに使うと、バサツール大事に使います。そもそも、インデックスのページをまず乗っけて、インデックスのページよりもデータのページの方が当然大きいので、インデックスのページが乗っかるオーバーヘッドはあるんですけれど、それで十分絞り込んで、少ない数のデータのページを乗っけられれば、それでバーサープール的には、優しくなります。入出力が減ったり、そもそも、インデックスの方がサイズが小さいので、1ページに対して、何百行って乗ったりします。で、あと、InnoDB のデフォルトのリピータブルリードのロックって、Next Key Lock って言って、インデックスに対するロックなんですね。なので、インデックスが細かく聞けば聞くほど、実はロックのリードがだん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 小さくなっていくっていうマジックもあります。で、はい。インデックスを使ってバサプールに優しくしたら、あとは劇薬に手を出さないことです。マイスケールの劇薬というと、これが多いですね。インノディビフラッシュログアットトランザクションコミット0とか2とか。シンクビンログ0とか。まあ、昔シンクビンログ0がデフォルトだったんで、しょうがないっちゃしょうがないですが、あと、マイアイサムストレージエンジン。たまにというか、ね、結構聞きます。これ全部オンにすると、割と、倍ぐらいは書き込めるようになるんですけど、これクラッシュ時のデータの保全性を犠牲にしているので、MySQLDが落ちたとデータ壊れるかもしれないし、壊れてエラー配当起こってくれる話楽なんですけど、黙ってデータ抜け落ちてるかもしれませんというリスクがあります。で、2017年にもなって早々見なくなったような気がするんですけど、この辺をお勧めしているサイトに出会ったときは、あれって思った方がいいような気がします。後々めんどくさいので。はい。で、そろそろいい時間。で、スローログ出しましょう。バサプールを大きくしましょう。全部、クラブの操作は全部ここを通ります。インデックス使うと、バサプールに優しくなるし、そもそも、設置する行数が減るので、早くなります。あと、劇薬には手を出さないようにしてください。それで、バージョンを上げるにつれて、オンラインで変更できるパラメータってどんどん増えているので、後付けでいろんなことができるようになります。今は時間がないけど、後で時間ができるようになるかもしれない。ついにバサプールサイズのオンラインリサイズも 5.7 だとできるようになったので、新しいものを使うことも検討してみてください。はい。あとですね、この辺をクリアして全部きれいに、ある程度インデックス貼って、バサプールを十分大きくしてってなると、次はダーティーページが溜まって、インノディビログファイル詰まるとか、ショープロセスリストとか可視化して、どの時間に負荷が寄ってたのとか、ショーエンジンインノディビステータスっていうので、インノディビの内部のモニタリングをしたりだとか、インフォメーションスキーマでロック形状を探したりだとか、ジョインでも、きれいに仕留められるように、頭を柔軟にしていくとか、あとは最近の MySQL はバッファープールの中にどのテーブルのどのインデックスが乗っかってるっていうのを出力するための、インフォメーションスキーマがあったりするので、その辺をチェックするとか、そもそも MySQL から脱却するとか、そういうのが、次のステップになっていくかなと思います。はい。で、それでもまだ飽き足りない人たちは、MySQL ユーザー会、メーリングリストと、MySQL カジュアルっていう、スラックで活動している、主にウェブエンジニアの人たちがいるので、その辺に行って、声をかけていただけると、きっと、おじさんたちがいろいろ教えてくれると思います。はい。ちょうどかな。
ぴったりかな。はい、すいません、遅くなり、始まりが遅くなりましたが、どうもありがとうございました。